となっていいトラップになった。キープして倒れました。ノーファール。裏に出して今日はチャンスですが、ここは小松が読んでいます。高木が自分でおっと止まる。それとも、セットプレーがありますので、先ほどの矢井さんのシュートです、はい、高木がボールを失って、あとは流し込むだけというところ。